おはようございます。釣り子 TV です。これ、先日ね、千葉県の蘇我で開催されていたルアマガフェス、ね、あれに行ってきた時にいろいろね、ガラポンとかをやったりしたんですけども、結構ね、すごいものもね、手に入ったりしたので、ご紹介していきたいと思います。とね、その前にね、実は、先日パッとね、上げた動画の中で、撮った以外にもね、デプスブースなんかで、ルアーをね、触ることができたんで、ルアー実際にね、触りながら、そんでもってね、よく撮影してきたなんて映像もあるので、まずはね、こちらをご覧ください。ルアマガフェス2022にご来場いただきまして誠にありがとうございます。まもなく、はい、そんな感じでしたね。なんかね、ギラギラ攻撃の値段なんかもね、ついに分かったりしてね、なかなか収穫のあるイベントだったんですけども、これはね、そんなイベントの中でいろいろ手に入ったよっていうことで、まずね、このね、キューっていうのかな、このね、バッグ、レインメーカーだっていう風にね、聞いておりますけども、ルアー配りお兄さんにですね、聞いたらね、なかなかかっこいいね、レインがいっぱいあるメーカーだよっていう、そこの、まあ、トートバッグですね。で、この中にいろいろ入れてるんですけども、まずね、これね、今かつブースでね、ガラポンやってきたんですよね。1000円で3回引けるでね、ほぼね、すべてルアーがもらえちゃうっていうことで、ってことはだいたい1回300円ちょいでね、結構ね、人気のビッグベイトなんかもいっぱい出ていたんで、結構お得なね、ガラポンだったんじゃないかなってね。何が当たったかっていうと、まずね、はい、これね、ベビーステルスですね。これ300円で手に入ったらかなりお得じゃないですか。ベビーステルスが当たったのと、はい、これジグですね。マムシジグね、スジエビってカラーですけど、このね、ジグだって買ったら多分500、600円するんだろうから、これ300円で当たったらありですよね。ジグと、はい、あ、これメタルクロースピンね、
結構ね冬場投げたりしてるんですけども、暴走のねリザーバーで三島湖とかに投げたりしてるんですけどね、まだ自分すいません釣ったことないんですけども、なんかねメタルバイブが効く展開の時とかにちょっと味変でねよく投げてみたりしてるんですけども、メタルクロースピンね、これ、1000円でこんな感じだったら超お得じゃないですかね。あとはギルロイドジュニアとかね、なんかいろいろすごいのね、当たってたりしてたんで、自分もやってみたんですけど、結果は上々ということで。はい。で、当たったのがね、これもね、ガラポンでやったんですけども、ですね、ルアーマガのソルトのね、ガラポンみたいなのがあって、ね、それもなかなかね、すごい商品がいっぱいあったんで、で、引いてみたところ、これはですね、まあ比較的、ハズレではないんですけど、まあ白色とかそういった感じでもらえたかと思うんですけども、ね、超釣れるビーフリーズ、ね、これが、手に入ったりとか。で、実はですね、これがソルトの方で、ソルトじゃない方ね、ブラックバスの方のガラポンをやったところ、じゃ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 ーん、これ、ねえ、ブルーシューター160のですね、このガラポンの折りから、ルアマが折りからになるのかな？ねえ、これカラーは、フローティングモデルですね。カラーがないけど、これはすごくないですか？で、しかも、入場料が1500円だったんですけども、そのうちの500円がね、金券で返ってくる。ね。で、ルアマガのガラポンやるってなると、その500円プラス、もう500円払って、まあ簡単に言うと、500円でね、くじが引くことができたんですけども、それでこれ、当たったらもう超当たりじゃないですか。もうこの上は釣り竿ぐらいかなっていうぐらいね。なかなかの引きじゃないですか、これは。はい。こんなのが手に入ったり、あとね、あとこれね、このバッグと同じね、キウのね、これはですね、折りたたみ傘ですかね。まあ、こんなものが手に入ったり、これね、スタンプラリーみたいな感じでですね、各メーカーにキーワードが散りばめられていて、で、それをですね、全部集めると、これね、参加賞ということでもらうことができたミニケースですね。はい。まあ、そんな感じでなんかね、かなりお得な展開でしたよっていうことで、まあ、ちょっとこれ以外にもあるんですけども、こんだけ手に入って、ね、一日遊べてなかなかいいイベントだったなっていうことで、で、実感としては行ってみたらね、まあコロナの影響もあってかね、結構、空いていたんですよね。なんで結構ね、ゆっくりとね、ブース回ったりすることができて、で、ね、個人的にはね、2月ぐらいにですね、桜坂のプロモーションビデオの撮影だったかな。その時に芦ノ湖行った時に山木さんとかにすごいお世話になったんですけども、あの時はどうもありがとうございました、なんてね、挨拶もね、できたりして、その時のね、プロモーションビデオもね、早速公開されていたんで、この上かなんかにこう、リンク貼ってるんで、見てみてください。あのね、印象的なこう、空に飛んでいくシーンとかね、水辺のシーンね、本業の方で、頑張ってね、撮影してきたんで、もしね、あんな感じの映像が撮りたいよなんて方はね、釣り子 TV 宛てに問い合わせてください。紹介しますんで。はい。そんな、宣伝も入りつつ、ね、ルアーマガフェス、2022、結構ホクホクに楽しめたんじゃないかなっていうことで、後日談みたいな感じでね、動画にまとめてみました。はい。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら。蘇我で開催されたルアーマガフェス2022に行ったところ、なかなかホクホクなね、ガラポン遊びとかができたよと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。